さまこんにちは。でいつも仕事現場でメイクをしてくれてるトリマーさっちゃんです。はい、皆さんこんにちは。トリマーさっちゃん。はい、トリマー大島さし子と申します。よろしくお願いします。いや、なぜねトリマーさっちゃんというとヘアメイクのさっちゃんですよ。なんですけど、私がねもう喋りながら動画を撮りながらねこんなになってるところに追っかけてこうやってカールしてくれるからね、トリマーさんみたいってところからトリマーさっちゃんが始まったわけでございます。で今日はね、さっちゃんになんかいろいろメイクのこととかヘアのこととか、ご質問ありますかっていうことでね、質問いただいたので、今日は仕事っていうかそのメイクをヘアメイクをやりながらじゃなくって、今日はしっかりお話を聞いてみようかなということで来てもらいました。さっちゃんです。よろしくお願いしますまずさっちゃんは、あ、そうそう、こんな髪専門って、はい、髪の毛、私がね自分で、はい、あ、すいませんね、音、今ソーシャルこのディスタンスと換気ということで、もう窓もみんな全部風を通しをしているので、音の表の音が全部入ってくるのごめんなさいね。はい、でそれでね、私がメイクを自分でいつもやってて、そしてさあちゃんが髪の毛やってくれるか、髪の毛専門ですかっていう質問が来ましたけど、これはちょっと私からちょっと言わせていただくと、大場久美子って分かるメイクはやっぱり自分でやるメイクなんですねね、そんなシャドウの入れ方もグラデーションとかできなくって、もベチョって塗って終わりみたいなね、ファンデーションもベチョって塗って終わりみたいな、そんな感じの大雑把なメイクが大場久美子なので、大場久美子って分かっていただけるメイクだと思うので自分でやるんですね。で特殊なそのファッション系とか何かこうスポンサーさんのこのリクエストとかになってくると、さっちゃんにやってもらうっていう感じで、もう総合的な、あ、今日はちょっと遠いですけどこれがはい、総合的な、はい、こと。じゃあ、はい、自己紹介どうぞ。はい、ですね、はじめまして、大島さし子と申します。はじめましてじゃないですね、すいません、画面を汚しております。大島さし子と申します。私は美容学校を得て、美容師になりまして、某銀座にあります美容室で勤務させていただいた後にフリーランスにならせていただきました。それで今30年経ちます。はい、でそうですね、一応一通りもうカット、カラー、メイクアップ、ヘアセットも勉強させていただいて、現在があります、でどうぞ。私も全然、なろうと思ったきっかけっていうんですかね、中学の時はどうしても髪を長くするならまとめなきゃいけない、じゃなかったら切らなきゃいけないという、田舎なのにすごいちょっと厳しい学校で、ちょっと髪が伸びてきて、あんまり多分床屋さんに行くとこういう、まあ、なんかちょっと好きじゃない髪にさせられちゃうとか、家で伸ばしてて自分で編み込みしてみたりのが始まって、人にやることがあって、それで なってみたいって漠然と思ったところから現在に至っております。はい、就職活動とか他には別に就職したわけではなく、はい、もう学生のところからもうヘアメイク、はい、そうですね、学生目指したの、そうですね、専門学校、美容専門学校の時にこういうところがありますっていうところで、そこにまあ美容室に就職させていただきつつ、国家試験も取りつつですね。はい、国家試験って大変なんでしょう。今はね、卒業の同時になんか取れるみたいですけれども、必ず1年間インターンという時期を得て、その時期で勉強して確か実技と学科がありまして、それも落ちたらその美容室はもうクビって、就職はできないっていうところに要望して入ってたので、なんとか受かるためにということでおかげさまでできました。でも私のヘアメイクやっていただいても30年ぐらい、はい、ね、聞いてびっくりしたねえ、なんか女同士なんかも、私がね、制作会社の方が泊まりのロケ、今はねロケがないんですけど、行くとね広い部屋とか撮ってくれてね、で私が寂しいからね、怖いから一緒に寝てって言って一緒に寝てもらったこともたくさんあってね、広いところにね、いやいやいや、でも本当いつも私の髪の毛やってくれて本当ありがとうございます。こちらこそありがとうございますね。そんなさっちゃんにですね、聞きたいことが、ね、あるっていうのをね、はい、はい、まず髪の専門ではなくて、はいはい、ヘアメイクも全てやるということ、はい、もうお名前は出せませんけども、芸能人の方をたくさんやってらっしゃる、あ、でも私
と現場で会ったのは現場の仕事結構ね、はい、してますもんね。そうです、あの師匠の弟子の時に久美子さんを師匠がやってらっしゃって、うんうん、でその後私師匠のところから独立させていただいた時に久美子さんからご連絡いただいて、うんうん、ご一緒させていただくようになったんで、そのもう連ドラのね、もう寝る時間もなく、もう1週間びっちり撮影っていう時にね入ってくれてね、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。で髪の毛専門ではなくていろいろやってらっしゃるということで、え、そうそう、なさっちゃん自体何年ぐらいになるんだ、ですね、この職業、この職業、そうですね、何せもうそうですね、うん、ちょっと待ってくださいね、引き算数大体さっき30年ですね、本当に30年。あ、そうなんだ、はい、あのこれは個人情報なんで言わなくてもいいんですけど、はい、さっちゃん何歳ですかって嘘を言われて、久美子さんのちょっと後を追いかけてるだけなのでえそうだったっけ、久美子さんの三つ下です。おお、はい、じゃあ私が50だからとか言っちゃってそうですねいや、そうなんだ。うん、であまりね、さあちゃんの生活ってね、聞いたことがないからね。それどこじゃないですね、いつも仕事でね、時間とね、スケジュールね。ねえ、でも女同士の会話って、お風呂一緒にね、宿泊先でやったら一緒に寝たりとかしたけど、あんまり、まあ、何喋ってましたか、何気なく話してるから、そうですよね、忘れてるかな。久美子さんのマッサージやってもらいましたよね、足つぼやっていただいたり、私本当申し訳ない、もう一日ぐった疲れた中に、私がね覚えられた頃ね、もうとにかくやりたくてやりたくて、足つぼでもヘッドスパでも何度やりたくてやりたくて、もう宿泊先行くとね、今日足貸してくれるって言ってね、足貸してね、早朝から疲れてるのに私いいのかなと思いながら、こんな投げ出してこんなマッサージしますもう逆ですよ、でも現場でね、もうさーちゃん何でもやってくれるから、いやもうヘアメイクなのにね、ちょっと上着取ってくれたりね、ちょっとほら女どうしたからね、後ろのホックをねやってくれたりとかね、そういうの手伝ってくれるわけですよ、です、ね、自分がねやっぱり年取ってできないことをねやってくれるわけですよ、女どうしてね、もう助かってますよ。はい、でまあ、芸能界の方もたくさんやってこられたということでね、でレギュラーでついてた方も、ね、たくさんいらっしゃってね、あ、そうですね、はい、まあ、素晴らしい、でも私役者やってますけど、大場久美子のヘアメイク、はい、いろんな意味で難しいですか？そうですね、久美子さんがどうですか、私の、私は、まあ、メイクはねもう全然お上手だし、ちょっと私たちできないぐらいお上手だし、よく計算されてる、そんなことないじゃん、プロでございますから、ザザッとやるってことはよく計算されてないと、ザザッとできないの、それはもう長年のキャリアでよくご自身を研究されて知ってらっしゃって、うん、まあ、痛い思いもされてきっとされてるんですでしょうけれども、ヘアに関してはなんかおっしゃることがちょっと私も聞き直さないのがいけない、うん、漠然とされたこと、この感じっていうのがちょっと待って、どんな感じのことを言ってるのかっていうこと、そこでハテナがいっぱい見て、さっちゃんこのさ、この前こういうやったじゃん、こういう感じで一応同じようにやってみるとなんか違うとか、そういうなんかちょっと久美子さんの中では多分すっかりイメージが固まってるんですけど、ごめんなさい久美子さん、ディスってるわけじゃなくって、おしゃれね、どういうことをおしゃれ、違う、こうパサパサとかさ、シャーとかなんかこう、ちょっとごめんなさい、今ね箱崎社長がちょっとね離れたところにいるんですけど笑ってるんですよっていうのは、私が言うことをふん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 って聞いてくれてるんだけど、最後の方にやって意味が分かることもたくさんあるんですってそれでさっちゃんだけじゃなくって、もう私の中ではもう、もうできてて、だけど頭の中では私ね、映像でね物を覚えたり映像で物が浮かぶ人なんですよ。なのでだけどそれを伝えるのが下手くそなので、役者なのにね下手くそなので、なんかこうふんふんふんってね、箱崎社長も最後の方でやっと意味が分かることが多いですね、最近言われて、それでさっちゃんの意味だけだ、その時はもうね、なんだろう、これだけ長くても私にすごく敬語をちょっとここ敬語を使ってくれるのはなぜ？いや、そこはもちろん当然うん、プロの女優としてリスペクトしてることがあるからです。どうしてももちろんフランクにね、久美子さんこうじゃないとか言うこともありますけれども基本は何だろう、ちゃんとこういろいろこなされてて、仕事のやるスピードだったりとか取り組みの方のなんかこうなんですかね、ちゃんとこうやるところの凄さを感じてるから、どうしても敬語になっちゃうところが、ある意
味でちょっと私って現場ではちょっと大変なタレントっていうか役者かな、なんか大変、なんか結構私ってほら突き詰めるじゃない、どうしてもさ自分がどうしてもさだって、どうしてもさ自分がやりたいことを自分ができる限り頑張りたいっていう気持ちで皆さんに周りの方に迷惑かけてることたくさんあると思うわけ。例えばね、皆さんこれは例えばスプリングサンバという曲がありますと、はい、で営業って言ってね、イベント行くときには箱崎所属プロダクション箱崎社長がカラオケを用意しなきゃいけないんですけど、もう何十パターンとかあって、同じ曲で同じサイズなんですけど何十パターンってあるんですよ。それがですね、会場とかそのイメージとか聞いた瞬間に、あ、この音を足したいとか、この音を一音を削りたいとか、とにかく細かくって、そうやってで、折笠さんっていうその箱崎社長の、あ、箱崎社長ね、ドラマーなんですよね、ドラマー、ちょっと話がだいぶずれますけどね、すいませんね、お付き合いくださいね。ドラマーでね、そのバンマスの折ちゃんっていうね、作曲とか編曲とかしてくれる人が、そう、もう何パターンも作らなきゃいけなくって、そうそう、毎回やっていて、ほんのちょっとなんだけどもう妥協ができないっていうところがあるんです。だからそういう意味でね、そういう面ではさっちゃんにちょっと苦労かけてるかもしれない。私もちょっと及ばずのところがあって、プロである以上聞き直しちゃいけないのかなと思って、頭の中で一生懸命クエスチョンしながらプロだからはいって言わない、こんな長くお世話になってて、それが読み取れないっていう自分もなんだなとか思いながら、そういうのがあるんだ。そうなんです、プロである以上、プロである以上、プライドじゃなくって、わかるわかる、プロなんだから、その長で、今日初めましてでもないから、久美子さんの好きな線とか、好きな感じっていうのは当然分かってるつもりなのに、なんかそのことを言われて、これですかあれですかっていうのは、ちょっとえって、なんかプロとして恥ずかしいって思うんですよね。なるほど。私ね、それね、パニック障害の時あったんですよ、実は。私はプロなんだからって、だから具悪くなっちゃいけないとか、現場を穴開けちゃいけないとか、もう何にしてもね、パニック障害の時じゃなくても、現場行った時にね、大体緊張して NG 出すっていう時には自分がプロだからね、ちゃんとできなきゃ、できて当たり前みたいなプレッシャーで NG 出すんですよそう、だからそれはね、取っ払ってもらってもいいかもしれない。もうなんとなくもう取っ払い始めておりますすいません、もう最近あれ、あれもない、こうでもない、こうですか、あれですかって聞いてますから、ね、だからね、皆さんにね、こうやってね、さっちゃんに質問したいとかね、ヘアメイクを聞きたいっていうことからね、皆さんにこういうチャンスをね、2人でこんな話、こんなに長く言ってもこうやって話したことなくって、あ、さっちゃんそんなこと考えてたんだ、私はこうなんだと今分かることがね、皆様のおかげでね、まあありがとうございます、こんな機会を。じゃあメイクの方に戻りたいと思いますけれど、はい、はい、こんなね、お悩みが来てますよ、はい、50代後半、はい、アイシャドウの色はどんな風にしたらいいんですかって、私最近ね、61とも5ヶ月になりましたけど、 でもこのね、放送流すときはいくつになってるかわからないんですけどね、一応今録画してるときは60歳と5ヶ月でございますけども、ね、キラキラするものを目の上に入れると、何かここら辺のシワシワが逆に目立ってしまって、何かちょっと、もうマットなシャドウにしようかなって思うってこの間私言ったんだよね。どうなんですかこれって。そうですね、基本はそうですね、似合わない色って本当はないはずなんですけれども、ただその一色の色に範囲が広いのもありますし、あと年齢とともに私もそうですけど、こうちょっとシワっぽくさっきおっしゃったようになったりとか、このアイシャドウってこの狭い範囲でニュアンスを出せればまずいいと思うエリアなので、なんですかね、薄いシャーベットカラーみたいな薄い色をニュアンスで入れられたらまず失敗がないと思います。シャーベットカラーってどんな色？ごめんなさいね、薄いピンクだったり薄いイエローだったり薄いグリーンだったり薄い水色だったり、濃い色だと本当に似合わないっていうのがすぐに分かってしまうし、色を選ばないといけないんですけれども、本当に薄い色だったらふわーって入れられたらもうそれで目の表情が綺麗に出ますし、お洋服に合わせていろんな色もご自身で楽しめると思います。私舞台化粧の癖があって、もう今べっちょり入れてます。見てこれ、ほら、こことここに、ここに目尻なんか黒いの入れちゃって、もうべっちょり入れてる。私今気づいたんですけど、
さっちゃんが私はもういつもすっぴんに来てると思ってたんですよなメイクしないってメイクさんなのになんであのメイクガチッとしないのって聞いたことがあるの、はい、それなんて答えたんでしたっけ。なんかねそういう質問したことある。あ、うん、メイクさんであのバッチリつけまつげまでつけるらっしゃる方もいらっしゃるじゃないですか、はいはいはい、すごいいつもナチュラルなメイクをなすなどうしてですか。あの多分そういうふうに聞かれた時に、うん、まず私あのその自分がバッチリすることに自分がまず慣れてないっていうことと、うん、あのなんか人様モデルさんだったりねタレントさんだったりをきれいにするお仕事で、うんまあ、別にあのなんかそこにあの心がいっちゃってるんでまず良、うん、くないのかもしれないですけど自分をそんなに飾ることに、うん、興味がないって言ったらダメなんですけれども、うん、ですが、うん、あの気がついたことは年齢とともに失礼のない程度に爽やかでいたいなっていうことにだんだん変わってきまして最近は眉毛にアイシャドウをちょっと入れてます失礼のない程度にさっちゃん本当そうなんですよ本当にそう思ってます。で、ね、私今日気づいたのさっちゃんがアイシャドウ入れてるの初めて見た今日はちょっと画面で失礼じゃない現場でアイシャドウ入れてた。本和歌を入れてるんです最近。あのマスクメイクをしてましてマスクなんで前はマスクしなかった時は目入れなくてもよかったんですけど。グリーンなのブルーなのそれ薄いグリーンです。薄いこのこれのシャーベットカラーなんですけれども、はい、グリーンなんだ。薄いグリーンを入れてるんですね。あでも私ねグリーンとかブルー入れると絶対私じゃないと思うメイクになるの。どんなに薄く入れても、はいはい、若い時はブルー入れたけど、うんうんうん最近絶対ブルー入れたらダメな気がしていつも落としてまた違う色入れるんだけど。クミコさん目がはっきりされてる方は、うん、あのソフトピンクでもピンクっぽくても全然 OK なんですけど、うん、例えば目がこうちょっとまぶたがね年齢とともにこういう方かぶってくる方なんかはちょっと薄い水類とか薄いグリーンお嫌いじゃなければさーっと入れるとちょっとあのすっきり見える。そうなの、はい、どうやって入れたらいいの、はい、どうやって入れたらいいの。もう普通に薄い色はけでもう一なで二なで三なでぐらいでささっと、はあ、あのちょっと前に近くに入れちゃうとちょっと不思議な感じになっちゃうんで本当にアイホールぐらいのところをふわーっと目開けて見えるぐらい。アイホールというのはあのこの目を見て引っ込んでる引っ込んでるとアイホールの髪のちょっと上までじゃないと開けてこう色が出てこないんですよね。目のこの辺だけだと開けた時にかぶってて目見えてこないんで、うん、そこまで色を感じられるまでふわーっと。アイシャドウっていうのはアイホールに入れればいいの。あのグラデーションというのもあるんですけれども、うん、基本色味出してあの、うん、普通にナチュラルって見えるのはアイホールのちょっと上の 2,3 ミリ上のところで目を開けた時色が分かるぐらいのところまでです。はい、アイシャドウの色を皆さん言ってますけど、はいはいはい、多分ベージュとか難しくなるますよね。ベージュって選ぶので顔のくすみとかがちょっと、うん、あの分かりやすくなるの気になる方は、はい、そういう薄い綺麗な色を入れた方がいい、はいはいはい、バッチリあの失敗しないと思います。なるほどね、はい、じゃあ今度あの、はい、楽屋トークの時にあの私がメールしてる時こんな色っていうのを ね、はい、ね見せていただきましょうね。挑戦していただければと思いますはいはい、あとはね今私もそうなんですけど、うん、笑ったりとかで涙が出やすくって今ねここが ね今ファンデーションとねここいつもねここ目尻じゃなくて目頭目尻ですね。目尻のここのラインが消えちゃってここをいつも足すんだけど、はい、今もねここがほら、うん、ちょっと涙目になってて、ね、ここがこれね、うん、お悩みの方ちょっと大丈夫ですか。鼻水ないティッシュがティッシュ持ってきましょうか今大丈夫です。あの、はい、あのソーシャルディスタンス大丈夫です、はい、元いはい、はい、涙と鼻水が出て、ね、これどうしたらいいんですかね。人それぞれ本当これ究極人それぞれなんですけれども、うん、あの大人っぽいのが嫌な方もいらっしゃる。みじんでないよねそっちは。そうです、あの多分分量とあとその持ってる素材その、うん、よくウォータープルーフなんですけど、うん、ウォータープルーフもピンキリなんですよね、うん、それで、うん、これは例えばのいっぱい何個かあるうちの一つとしては、うん、目が細かいのが嫌じゃなければ親じゃなければ粉でまずしっかり、うん、ケアされた後にあのラインを引かれると崩れにくいです。だけどその粉がもう目にダメっていう方もおやめいただいて、うん、その粉がねどうしても目に入っちゃうって方は粉っていうのはその、こういうパフの粉パフの固形のものだったりそうですねお粉ですねギリギリのところに、うん、まあ、手で置くような感じでハケ、うん、とかだと飛ぶんで、うん、手で取って置くような感じでベースを作られてから描かれるとちょっとは持ちます。
でも時間によって本当にダメな方はたくさんいらっしゃる、それでもダメな方もいらっしゃるので、うん、あとは薄くし、なんていうんですか、少なくしておくと、うん、量がにじむことが少ないので、嫌かもしれないですけど少なめにされるのをことをお勧めします、うんうん、そうですよ、はい、私はねテレビの時はね結構厚塗り、普段から厚塗りなんですけど、そうするとねここがね本当に色が変わっちゃうんですね。そうすると今ね服だけでメイクが取れるシートがあるんです。私はねそこでねここだけね取ってでファンデーションを取って塗り直してここら辺をつなぎ合わせて粉を叩くって、目の下だけ本当にね休憩時間1時間とかだと全部塗り直してる時間がないとかいう時にはもう目の下だけどうしてもちょっともう一日撮影しててゴワゴワだよねって時はそれでふっと拭き取ってここだけねちょっと塗り替えるってことはやってますね。そうですよね、長いとねくすんでね、うん、外気のほこりも一緒に共になってくすんできますから、それは一番いい方法ですよね。なるほどね、綺麗にリフレッシュできますね、うん、あとねあとファンデーションとか乳液とかがちょっとお肌に合わなくって買い替えになってしまったりとかちょっとポロポロしてしまうっていう方がねあったんだけど、でもこれはやっぱりメイクの範囲ではなくてお医者様の範囲かなとも思うんですけど、いかがでしょうかね。ぜひねご相談できるね先生がいらっしゃったらご相談していただいた方がいいかなと思いますね。でもどうしてもねファンデーション塗らなきゃいけない時って困りますものね。私はねちょっと皮膚アレルギーっぽいものに日光アレルギーに何十歳の時かなになってから髪の、スプレーとかシャンプーとかがもう痒くなる時があって、でまあ何つけても痒いという時があって、その時はやっぱりお医者さんに相談しましたね。何やってもねもうスプレー本当地肌じゃないのに表面なのになんかもう地肌が痒いような気がしてきて、そうそうそういう時ありましたね。うん、でもやはり自然なものが今、はい、いっぱい出てるの で、ね、余分なものが入ってないという線でよく見ますけど、それはやっぱりおすすめですかね。そうですよ、いろいろ中の配合の度合いで決まるみたいなんですけど、商品っていうのが、まあ、そういったものを探していただいたりしていただくのと、まあ、かといってそれに依存してしまうと自然のものでもちょっと強いっていうものもありますので、あとその私が感じたことはその炎症が起きた時は、なるべくこの触らないでいただいた方が復活が早いと思います。この刺激がもう刺激がダメで、どんなにいいものもつけてもダメってなってしまいますので、その時につけていいものだったものがダメになっちゃったっていうことはとっても残念なので、そういう時はなるべく刺激を触らないように頑張っていただいた方がいいかなと思いますね。シャキーン、実は私もエステティシャン。そうですよイエーイで国家試験ではないんですけれども、民間の試験でございますけれども、やっぱり、ね、摩擦というのは良くないっていうのはね本当に学校でね言われました。だからスポンジとかコットンとかでお客様のお顔をね拭くときは本当に触ったか触らないぐらい、あとはもうとにかく上げる、もうこうやって下げて、こうやってマッサージをしない、拭き取らない、クレンジングしない、すごいことだって洗顔しないって、とにかく上げる、だからこういう感じで下げないでこうやって上げるっていうのがもうマニュアルでありましたね。すいません、プロの前で。いいえ、正解ですプロの前ですみません、大正解です。勉強されたからね、久美子さんもね。で私はね若い時はベタベタするのが嫌いで、そのアレルギーではなかったんですけれども、もうとにかく化粧水とか乳液すらもう髪の毛なんかとんでもないですよ。もうシャンプーしたらリンスちょっとぐらいで、あとトリートメントとんでもないぐらいな、もう本当にもうガサガサのまんま、パッシャパシャのまんまが好きって、お肌もそんな感じだったんですけど、最近はやっぱりね潤うものが好きだになってきましたね。そうですよ、乾燥してきますもんね。なんだろう、なんかねもうとにかく全部サラサラじゃなきゃダメなの。本当に一時何も本当に最低限のこんなポーチでね。だからね美容室行くと最後になんかこうブースとかオールとかつけ、とにかくつけないでくださいっていうのを必ずね、もう
初めての方がね、担当の方じゃない方が来てね、ムースシュッて、あ、すいません、私つけませんって、もう即言ってたぐらい嫌だった。もうそのベトベト感がダメだったんです。でも今最近サラっていうのもありますし、ね、あります。最近随分サラサラ感出てきましたからね。でね、あの最近私エステを自分でやり始めてから、あの何やってるわけではないんです。自分のやる時間ってそうはないんですよ。そうはなくって、もうあのワンコたちのね、子供たちって言ってる、ワンコたちの介護してて、もうこうやるとね、子供たちのなんかこうね、汚れたまんまでこうやって、もうそのまま夕方までね、顔を拭き取らなかった、手を洗うけどね、あの顔ってそんなにね、年中こう洗わないじゃないですか。だから除菌はしたとしてもね。なのでそういう意味ではね、本当何もしなかったんですけど、でもね、ちょっと前の写真とかビデオ見るとパッサパサで、今の方がいい感じがするの。ツヤツヤですもんね、でね、やっぱりね、お客様に、あとこれ宣伝じゃないですからね、私の化粧品も売ってないのでごめんなさいね。で、あの一応ね、試すんですよ。で、私も敏感肌の方なので、試して、で敏感肌用の向こうのねやつもあるんですよ。 あるんですけど、それでもね、合う合わないが私あると思うんですよ。ありますね。だから自分に合うものが見つかるといいなっていう感じですよね。そうそれで私ね、あの2つだけで、私これね、あの売ってるわけでもコマーシャルでもやってなくって、何をやってるかっていうと、そのパサパサの時と違うことを何やってるかっていうと、実は私この G セルっていう、これ、あ、でもこれ開いてないか、これ、ヒト幹細胞、ヒト幹、すみませんね、老眼じゃないんですけどね、あの白内障の手術、あ、そう、白内障のビデオを撮ってほしいって言われて、ね、ちょっと待ってください、ちょっと待ってください、ね、そのパターンもまた撮りますからね、大変、この状況でね、今レンズが合ってるのね、ヒト、ちょっと、さっちゃん、ちょっと待って、そこの除菌取ってもらっていいですか、うん、下からいいですか、ここ、これですか、こっち、こっち、うんうん、どっちでもいい、はい、ちょっと除菌するね、手をねね、じゃあちょっと、はい、ちょっとこれなんとか、あ、そうか、さっちゃん眼鏡ないと、もしかしたら私もちょっと自信ないかもしれないですけど、ちょっと下から、今手除菌したから、はい、どう、すいません、人か、どこかに書いてあるんですね、うん、あ、これ貼っときます、すいません、情報人すいません、はい、情報貼っときます、はい、失礼しました、はい、人か、これをね、すいません塗り始めて、あのまず私お風呂場に置いといて、あの水分が乾く前に顔洗ったら、お風呂使ってる間にもう私これをね塗るんです。もうこれ、これ私ね、何が違うって言ったら、私これが違うと思う、これ、あ、あ、起こした、ごめんなさい出た、大雑把、大葉が出た。で、私ね、お客様のは必ず全てね、スパチュラで一回一回ね、あの消毒してますのでね、動画見た皆様ね、あのご安心くださいませ。徹底されてますもんね、衛生管理は、はい、徹底されて、でこんな感じ、こんな感じで、うん、ね、で爽やかな匂い、これ私コマーシャルじゃないので困るんだけど、テクスチャーはね、最初ね、手応えないかなとか思ったんですよ。それがね、あっという間にね、吸い込んじゃって、え、これで私のシワシワはね、シワシワ水分ないところどうなのかしらと思って、でもね、1年半以上も使い続けてるかしら、分かって半年ぐらいで、え、これかなっていうのはこれでございます。何か違うとすれば、私はね、違うことをしてるとすればこれでございます。で、アズランっていうね、その私が開発に携わって、今はちょっとあの離れてますけど、それも私、あのシルクセルシンっていうね、あの解雇で、あの繊維にする前に必要じゃない成分が、実は解雇を日から守っていて、日差しから守っていてっていう、そのシルクセルシンが私をすごく気に入って、それとこれですかね。で、髪の毛はですね、髪の毛ツヤツヤで、何つけてるんですかっていうことでね、ちょっとまだ大先生とコンタクト、ごめんなさいね、コンタクト取れてないんですけれども、あの私がちょっ と,、1年半あの美容室のちょっと片隅で、あの足つぼ、あの測定反射療法のね、足つぼの手術をさせていただいた美容室がございまして、そこの、大先生のところが会員制で、会員様だけ
が手に入るもんだと思っていたんです。で、私はたまたまそこでね、あの1年半やらせていただいたの、この美髪こうやるんですか、 YouTube の方って見えるかな、これこれこれでね、あの会員制で、その千葉でルパッチで引っ張っていただくとホームページが出てきますので、ただ会員制なのでね、あの連絡先の電話番号とか書いてないんですよそうなんですよ。なのでこれは一般で手に入るのかどうなのかっていうのも今ちょっと問い合わせてる最中でございまして、それもまたね、分かりましたらね、概要欄の方にね、私でこれで、あの濡れた髪にその美容室ではこれを染み込ませてくれるんですけど、私これさっちゃんに1本持ってってもらって、あのシャンプーの後に私はお風呂場に置いといて、一滴手で伸ばして髪にこうやってクシュクシュってやって、普通はそれだけでいいんですけども、私は一回そこにね、私流ですよ、本当これやっちゃいいのか悪いのか大先生に聞いてないんだけど、シャワーを一回ジャーってかけるんです。そうするとなんかね、全部に行き渡るような気がして、それで髪の毛をあの拭いて普通に乾かすだけなんですけど、普段はね。でそれでもパサつきが あって足りない時は、現場でさっちゃんがこれをちょっと染み込ませてくれるんですね。そうそうそう、これなんです、これこれ、はい、ということでね、えすいませんね、一本売りしてるかどうかもわからないこうやってこれですこれです、私はこれですって言って、もう本当に普通の、あの今はね、あのあまり買い物行かないのでネットで買えて、なおかつあの薬局で買えるようなシャンプーとリンスを使ってます。あとは自分の皮膚にね、合ったものが見つかったのでね、うん、それを使って、でツヤツヤしてるといえばもうこれしかない感じですかね、ということでございます。はい、まあ30分も話していただきました、さっちゃん、ね、こんなゆっくり話してもらって、何か皆さんにあと何か、多分ね、あの私を基本に、今私60ですけど、40代50代60代その上の方の皆さん、女性の方向けに何かこう、うん、一言というか、うね、まあ、アドバイスっても広くなっちゃうもんね、ね、シャドウはシャドウとか、口紅は口紅とか、ね、うん、あの私が思うのは、うん、あのなんかファンデーションが あんまりあの多分、まあ、色が合ってなかったら厚塗りに見えることも残念ですし、うん、あと叩きすぎたら少し取られると、いらないところを取られたらよりナチュラルで綺麗な素肌感を表現できますので、うん、その辺を年齢とともに工夫するのが大事なのかなって自分は感じております。私はあのね、あのいつもちょっと動画見ていただくと、ファンデーション塗った後に全部あの練り物を塗った後にティッシュで一回オフするんですね。そうするとティッシュにいっぱいね、オイルがいっぱいつくんですよ、うん、そこからあの、お粉を叩いてるんですけど、それもオフのうちに入ります。 OK です、はい、自然な感じになりよりなりますよね、はい。やっぱりどうしてもね、あのこういうほうれい線とかね、こういうところにね、はい、あの入り込むのでね、それをね、そうですよね、あのファンデーションは同じ量を塗るんじゃなくて、部分部分で量を変えていただいた方が自然です、はい、あ、よろしく。そうだ、私エステティシャンとして一個だけ言っていいですか。あ、そう、もちろんです、どうぞどうぞ。あの学校で習ったんですけど、枕の高さ、これ肝心なんですって。で、あの整体の先生曰く、枕はしない方がいいっていう先生もいれば、した方がいいっていう先生もいるんですけど、私は昔から枕しないんです。で、女優さんね、私の仲間結構しない人多いです。こうやって枕しちゃうと、ここに線が入って、この線が嫌だっていう方がね、結構いるんですね。で、私も何本書いてますけど、シワには2つあって、折りじわ、こうやって折るシワは、あのエステの学校ではもうこれは取れませんっていうふうにね、言われたんですね。エステの学校でですよ、取れるっていう美容師さんもいるかもしれないですけど、エステの方もいらっしゃるかもしれない。あとはでも、その乾燥肌のシワは保湿とか、あのケアをしていくといいですよっていうのを教わりました。素晴らしい。いい？いい勉強になりました、私も。なのであの枕の高さはやっぱ首なんかもね、それありますね。うん、そうですね、こう一緒にこうね、久美子さんもやられてるようにこうね、一緒に、うん、あの首も顔って皆さんもよく知ってらっしゃるかもしれないですけどね、先輩に言われたの、ここまでが、ね、顔だって、女優はここまでが顔よって先輩に教えてもらいました ね、ここもね、お顔と思ってね、うん、っていうことで、ね、でも今のテクスチャーは何でもこう伸びやすいから、ここまで、はい、ずいぶんいいものがたくさん、ね、はい、伸びますよね、はい、ありますね、うん、はい、
ということで、第1弾皆様、ね、ご質問全て答えられなかったかもしれないんですけれども、またね、なんとなくご質問いただければ答えられるときに楽屋トークというところで、またみんなさっちゃんにもね出てもらうこともあると思うので、その時にねお話ししたいと思います。最後にすいません、クミチャンネルご覧の皆様に何か、はい、何かそうですね、そうですね、女性ですからちょっとずつでもどこか私も前は興味なかったんですけど、年齢とともにどこか一箇所キラッとしてるところがあるなと思います。なので私も久美子さんのそばで久美子さんのキラをちょっと勉強しながらお仕事させていただいていますので皆さんもよろしかったらご一緒にお願いいたします。はい、いつもさーちゃんさーちゃんって言ってますけど、大島幸子さんでございます。もう幸せの幸の子供の子の幸子さんでございます。メイクの職業歴何年ですか？はい、30年です。30年、はい、ヘアメイク30年の大島幸子さんをゲストにお招きいたしましたので、番組みたいになってきましたけど、はい、じゃあね、その私のキラリをね、どういうとこがキラリなのかをこの動画切った後に個人的に聞きたいと思います。今新しいキーワードが出たので、これまた30分番組になってしまいますので、ね、動画になっちゃう。じゃあそういうことで皆様ありがとう。これからもね、大場久美子と、それからくみチャンネル、そしてはい、さっちゃんもね、時々出ますので、動画によろしくお願いします。くみファミリーをどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。ファミリーでよかった？はい、もちろんです。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。いつものごとくこれ自分で切るんですよ。はい、すいません、お願いします。